皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんは任天堂といえば思いつくのは何でしょうか。ゲームタイトルで言えばマリオ、ゼルダ、メトロイド、スプラトゥーン。ゲーム機で言えばファミコン、ゲームボーイ、ニンテンドー DS、ニンテンドースイッチといったところでしょうか。もちろんこの他にもいろいろなゲームソフトやゲーム機があります。しかしニンテンドーはもともとゲーム会社ではありません。ということで今回はそんなニンテンドーの歴史を見ていきましょう。ニンテンドーの誕生。江戸時代、賭博に使われることが多かったカルタや花札は幕府によって禁じられていました。しかし明治時代後期である1886年についに花札が解禁。そしてそのわずか3年後の1889年に実業家であり工芸家であった山内房次郎が任天堂カルタを設立。花札の製造販売事業を始めました。これが任天堂の歴史の始まりです。プロの賭博師は勝負のたびに新しい花札を下していたため、花札は房次郎に大きな利益をもたらしました。1907年からは日本で初めてトランプの製造を開始します。さらに房次郎はトランプや花札がタバコの箱とほとんど同じサイズであることに気がつき、タバコ事業を一手に担う国営企業日本仙台公社に話を持ちかけ、タバコの流通に自社商品を載せるという驚きの流通経路を確保。その結果任天堂は日本一のカードゲーム会社として知られる存在になりました。株式会社任天堂の苦しい過去。その後トランプや百人一首、麻雀牌など様々な娯楽品を製造販売。1953年には日本で初めてプラスチック製トランプの製造に成功し世間を驚かせました。そして1963年ついに株式会社任天堂と社名を改め新たなスタートを切ります。その年を境にタクシー会社や食品メーカーなどの子会社を次々立ち上げたものの、翌年には全国的に花札やトランプが流通してしまったことが原因で売り上げが低迷し、どれも数年で撤退。最終的にたどり着いたのは電動玩具でした。この時期に巧妙な横井軍平が入社。ウルトラハンド、ラブテスターなど玩具を発売しました。これらがヒットとなり、玩具業界において任天堂は一定の地位を築くことに成功。また横井はいくつかのアーケードゲームも手掛けました。アーケード業の一定の成功で娯楽産業に活路を見出した任天堂は、ブームの去ったボーリング場を利用した大規模なアミューズメント装置を作成し、これを売り込むことを計画。売れ行きは良かったものの、折しも発生したオイルショックによって全ての予約がキャンセルされ、莫大な借金を背負ってしまいました。ちなみに世界初の家庭用ゲーム機であるマグナボックス社のオデッセイ用に周辺機器である光線銃を供給していた過去がある。もともとの光線銃シリーズは銃口に豆電球を、標的に太陽電池を備えていたが、これを逆にして銃口に受光器をつけてブラウン管の標的を検知する仕組みだった。その縁から任天堂はオデッセイのライセンスを取得し、1977年にカラーテレビゲーム10号を発売。カラーテレビゲームは約100万台を売り上げる人気商品となったものの、借金の完済はかなわなかった。世界の任天堂。そして1980年ゲーム&ウォッチが発売。ゲーム&ウォッチが大ヒットとなり借金を無事完済。このような経験と反省から以後絶対に娯楽以外の業種に手を出さないことを不文律と定めているという。1981年に発売したアーケードゲームのドンキーコングも大ヒットし、
アメリカ進出への足がかりをつかんだ。またドンキーコングが同じ池上通信機開発のザクソン、セガとともにコレコビジョンに移植されるなど、ダチャハードへのソフト提供も行われていた。1983年にはファミリーコンピュータを発売。ソフトウェアではファミコンブームを社会現象に押し上げ、後のビデオゲーム全般の礎になったともいえるスーパーマリオブラザーズを筆頭に、ドンキーコング、ゼルダの伝説、メトロイド、ファイアーエムブレムなどの有名シリーズの初代作品がこの時期に出揃いました。この時期以降、ダシャハードへのソフト提供は一切行っていません。1989年にはゲームボーイ、翌1990年にはスーパーファミコンを発売。ゲームボーイのポケットモンスターではまたも社会現象レベルの大ヒットを飛ばし、ゲームボーイアドバンスを経て任天堂 DS で再び社会現象を起こす。一方、任天堂64からゲームキューブの時代には据え置きゲーム機販売シェアにおいて SCEI にトップを譲ることになったが、 Wii の製造販売においてトップシェアを奪還。ファミコン以来ともいえる社会現象を再三にわたって巻き起こした。後継機の任天堂 3DS、 Wii U 時代は苦戦を強いられていたものの、携帯ゲーム機市場ではトップシェアを守り抜き、ゲームソフト販売に限っては圧倒的なシェアを堅持し続けています。2014年からはゲームと連動するキャラクターフィギュアおよびカードのアミーボを販売開始。2017年に新たに任天堂スイッチを発売。ネット流行語大賞に輝いたほか、1年目にして最多のソフトがリリースされており、大きな盛り上がりを見せたことは記憶に新しいだろう。手持ちの資産だけで向こう10年近い社員の給料を賄える上、長引く不況時代に無借金経営だったりと、浮き沈みの激しい娯楽製品業界から見ても他業種から見ても異常に強固であり、日本を代表する超優良企業の一つでもある。苦戦と言われた N64 から GC 時代にもしっかりと黒字経営を堅持しており、経営手腕も非常に優れていることがうかがえる。2011年度は 3DS の原価割れと円高の煽りを受け、上場以来初の赤字となってしまったものの、2014年度以降は持ち直し再び黒字経営を堅持している。2014年3月の参議院予算委員会では、議員の成長戦略とはどのようなものかという質問に対し、安倍元首相が日本を任天堂のようにすることと経営の見本として引き合いに出すほどに健全な経営を維持している。ゲーム会社としての任天堂を育てた山内博元社長は、ソフトが主、ハードが従、ハードはソフトを遊んでもらうために仕方なく買ってもらう箱である、人々にいつも新しい驚きを与えるなど、娯楽製品メーカーとして近似ある経営哲学を持っており、形を変えつつ現在の任天堂にも受け継がれている。このように日本を代表する老舗企業ゆえに、本来ゲーム業界とは無関係な新聞や雑誌にまで取り上げられることも多々あり、新ハードや事業計画を発表するたびに大きく注目されている。ファミコンの修理依頼を24年間にわたって受け付けていたなど、丁寧なサポート体制も有名であり、消費者との数多くの心温まるエピソードを持つことも特徴的である。以上、任天堂の歴史についてでした。最初、任天堂が花札の会社と知った時は驚きました。今では世界的な会社である任天堂もこれだけ苦労してきたんですね。私は小さい頃から今でも任天堂のゲーム機ソフトには楽しませてもらっているので、これからも任天堂の事業を応援しています。そういえばスイッチ発売から早4年が過ぎているので、もしかするとそろそろ新型ハードの情報が出るのではないかとどこか期待しています。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。
あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。